今回は実際に男性に歌ってもらうということで、あらかじめ用意してあるボーカルではなく、このボタンを押して録音画面に進みます。するとフラッシュプレイヤーがマイクの入力の許可を求めてきますので、これを許可してください。では、今から録音するボーカルトラックに名前を付けておきましょう。下のパラメーターで男性、女性の別、そしてパートの選択を行います。今回は男性でテナーということで、そのまま次の作業に進みます。では実際に録音開始しますが、ここであらかじめ用意しておいたマイクの入力の音量を調節してみましょう。レベルメーターが極力大きく触れるように調節してみてください。録音を始めます。今回はメロディーラインを崩して歌ってもらいます。録音が終わりました。では、コンプリートを押してください。この画面で、オーディオ波形をドラッグして、MIDI のメロディーとの頭合わせをしましょう。頭合わせの結果は、下のボタンで視聴することができます。Amazing Grace!How sweet a sound. 大丈夫でしたので、コンプリートしましょう。では次の画面に入ります。